出ないんですかね。俺と同じでな、息切れしてんだこの船は。やっぱり戻ろう。戻るって羽幌に？どうした？何？どうした？ユウさん、羽幌に引き返すって。え？ここまで来て何言ってんの？もうあいつは誰かと一緒になってるに決まってる。あんなボロい家で7年も待ってるわけないだろ。もうすぐそこじゃない。そんなこと言わないで、とにかく行ってみようよ。いや、やめる。そばに行って見るだけならいいでしょ。ねえ、行こう。ユウさん、行こうよ。うるせえな。帰るっつんだよ。待って、引き返しゃいいんだよ。ああ、そうかい、分かったよ。帰ればいいんだな。もう絶対帰る。帰る。おい、おやじ、帰るぞ。もうすぐ着くべ。いい、絶対帰るぞ。本当に戻るんだな。おお、帰るぞ。おい、この。気持ちはわかるけど、でも万が一ってこともあるでしょ。だからやっぱり行こう。もう分かった。じゃあユウさんは目をつぶってていい。私が見てあげるから。もしハンカチがなければ私何も言わない。そのまま船を戻してもらう。それならいいっしょね。今日は本当にすいませんでした。お願いします。おじさん、バカ野郎。うガチンコだこの番組。イケメン子役鈴木福、イケメン妖怪クリスマスブルボン、イケメン三重師2時間スペシャル。その人ゴリゴリだったの。2012年3月17日日本に再び上陸。お祭りごとが大好きな参加チーム募集中。
世界で最もクリエイティブなレースイベントにあなただけの手作りカートで参加しよう。詳しくはレッドブル .jp または0120-140-283 まで。じゃあ何が売りなの？お告げを聞いて弱者を救済する。三菱東京 UFJ 銀行カードローンは、お先に失礼します。銀行のテレビ窓口で最短その日のうちにカードが受け取れます。三菱東京 UFJ 銀行カードローン、行ってきます。グッドラック。ご利用は計画的に。宝酒造です。渡里と申します。私の点が不可思議な形に、うまさと地球のためですか。いや、本物の渡里です。承知くばい点。サクセス。頭皮の中に潜む抜け毛の原因を抑えろ。育毛トニック。サクセス。有効成分が抜け毛の原因を抑えて血行を促進。まだ育つ髪を守る。サクセス薬用育毛トニック。ユウさん、島近いよ。ユウさんの家どの辺？島の東側だ。集落の外れに小学校がある。その並びに何軒かの家がある。その一番端が俺たちの家だ。分かった。島の東側だって。オッケーだ。奥さん、引っ越しちゃったかもしれないね。そうかもしれないけど、そしたら、しょうがないよね。もし奥さんのことがダメでもさ、とにかくやるだけのことはやったんだし。うん、無駄じゃないよ。だって私たち仲間になれたんだし。え？何？
てごらん。いろいろと世話になったな。ありがとう。さあ行って。来てよかったね。幸せになってね。さあ、戻ろはい、もしもし。その話なかったことにしてもらえますか。はい、本当にすいません。はいはい、じゃあ失礼します。マスター、わかんないでバイトの口があるって。でも断った。え？なして？俺、羽幌で仕事探そうと思ってる。え？俺、明美ちゃんのそばにいたいんだ。
明美ちゃんがそばにいてくれたら何だってできる。怖いもんなしだよ。背だって伸びるかもしれないし、本当にバカ。ほら、母ちゃんに喋ってるぞ。このドラマが DVD になります。詳しくは番組ホームページまで。家政婦の三田です。人を殺せって言われたら本当にやりかねないんで。お帰りなさいませ。やばいよあの家政婦、絶対死のうとしてたよ。新水曜ドラマ家政婦の三田、10月12日スタート。怪物くんがドラマで帰ってくる。恋と笑いと涙がギュッと詰まった大冒険の90分。10月15日土曜夜9時、怪物くん完全新作スペシャル。俺大王なのやめる。桜井キャスターが取材したブラインドサッカー日本代表、決戦の地へ。うまくいかない。あ、遥か平安の世から静かに時の折り重なる町、京都。脈々と受け継がれてきた伝統、そして鮮やかに花開いた文化。この町の歴史に育まれた人の営み。京都の町を長きにわたり見守り続けてきた五重の塔。国宝にも指定された美しくそびえるこの塔は、木造の建造物では日本一の高さを誇ります。京都を訪れる人は皆この五重の塔を見上げ、町に香り立つ歴史に思いを馳せるのです。そんな五重の塔を境内に持つ塔寺。1994年に世界遺産にも登録された日本で初めての本格的な密教寺院。平安時代の象徴ともいえるこの寺は、華やかな古都の面影を今に伝える場所。幾度となく訪れた激動の時を乗り越え、静かに佇む寺。
ここには長い歳月を経て残された歴史的価値のある品々が。国宝や重要文化財も数多く収められているのです。平安京の正門である羅城門、東側に建てられたのが東寺、そして反対側にはかつて西寺という寺が存在していました。対照的に作られた2つの寺院、取り仕切ったのはそれぞれ違う僧侶でした。東寺は日本に密教をもたらした仏教界希代の指導者、弘法大師空海、そして西寺にも空海と肩を並べるほどの力を持った僧侶が。今に残る東寺と歴史に消えた西寺、その裏側にあったのは二人の僧の戦いでした。京都に到着してまず我々の目に飛び込んでくるのはこの東寺の五重の塔です。この東寺はですね、実は創建当時は西寺というお寺とともにセットで建てられました。今回はその西寺がなぜ幻の寺になったのか、この謎に迫っていきたいと思います。では悠久の歴史をめぐる旅を始めましょう。世界遺産として知られる東寺にそびえ立つ五重の塔。平安時代の初めに建設が始まり、およそ50年の歳月をかけて完成。しかし長い歴史の中で何度も建て直されてきたといいます。東寺というお寺はもう国宝の数も約80、重要文化財は2万約5000、ですからまあ日本の国宝の1割が東寺にあると言われてますのでね。だからその文献なんかはすごいんですよ、全部残しましたから。京都でね、幾多の戦がありましたけど、何回ぐらいこれはその今現在5代目です。5代目なんですか、はい、よくそんな5回も建て替えましたね。これはまあ時のね、あの権力の方からのあれも費用もいただきましたけども、やっぱり多くの信者たち、そういう人たちの地域がみんなの結集がこの塔の再現になってますよね。実はこの五重の塔はこれまでに4度焼失しています。今の建物は江戸時代三代将軍徳川家光の援助を受け、平安時代と同じ姿に建て直されたものなのです。およそ55メートルの高さは木造の塔としては日本一。揺れに強い構造のため、これまで一度も地震で倒れたことはありません。塔寺を建てたのは桓武天皇。それは平安京へ都が移されてから2年後のことでした。平安京以前には疫病、動乱、天皇一族の死などが相次いだ新たな都を守るべく東寺を建設したのです。東寺の本堂である金堂、東寺の中で一番規模が大きく最も早く建てられた建造物。現在のお堂は関ヶ原の合戦の後に再び建てられたもの。厳かな空気が漂います。本尊はあらゆる病から人々を守ってくれるという薬師如来。
名前の中にある薬という文字が示す通り、世にはびこる病から人々を守ってほしいとの願いが込められた仏。その後、この湯治は一人の僧侶に託されます。その僧侶こそが言わずと知れた弘法大師空海。希代の天才と言われた空海は、幼い頃からあらゆる学問に精通。彼は31歳の時、遣唐使として中国へ渡ると、わずか2年で当時仏教の最先端の教えであった密教を習得し、日本に伝えたのです。そんな密教の教えを表現するのが曼荼羅。これは国宝に指定されている日本に現存する最も古い色のついた曼荼羅。中心に据えられたのは、密教において絶対的な存在とされる大日如来。周りにはさまざまな仏の姿が。空海はこの曼荼羅を使って密教を人々に広めていったのです。そして湯治の中央に位置する講堂には、曼荼羅に示される密教の教えをさらに分かりやすく伝えようと、弘法大師空海が作り上げたものが。立体曼荼羅。本来平面に描かれる曼荼羅を立体的に表現したもの。まるで曼荼羅の中から抜け出したかのように、目の前に並ぶ仏たち。空海の手により作られたこの立体曼荼羅は、平安時代の人々にとっては斬新だったに違いありません。まあ、曼荼羅といいますのは、あの図形に変えて真言の教えをやって教えてを説いてあるんですけど、お大師さんはより分かりやすくするために、ここに最初に世界でも初めてという仏様を配置して立体曼荼羅を展開させられた。中心に並ぶのが密教の5つの知恵を表す仏である五智如来。宇宙の真理そのものとされる大日如来。世の中のすべてを観察し、人々に仏の知恵を与える阿弥陀如来。何者にもとらわれず、やるべきことを実行する力を与えるという不空成就如来。まるで鏡のように世の中のすべてを映し出す阿宿如来。すべての民衆の利益を願う法生如来。如来とは悟りを得た状態。それを見つめる私たちも、生きながらに仏になれると伝えているのでしょう。そして右側に並ぶのは五菩薩。人々を救うため、五智如来が慈悲の仏、菩薩に姿を変えたもの。あのお不動様は有名ですね。これが日本の最古と言われているお不動様なんです。
一方、人々を正しい道へと導くために姿を変えたのが五大明王。中心には大日如来の化身である不動明王。煩悩の虜となった人間たちを怒りの形相で厳しく見つめる仏。曼荼羅っていうのは本当に人間の精神をこう具現化というか見える形にしていると言っても過言ではないですよね。空海が優しさと厳しさ両面から人々を導く仏を作ったのは新しい都を希望に満ちたものにするためでした。何かその当時には歌舞伎に深いゆかりの深いものがあると伺ったんですけども、ここはあの小野の豆腐さんの、あの話がここに残ってるんですよ。それでまあこの柳がその柳だということで、この小野の夫婦をゆかりの柳としてあのここにあの記しといたんですけども、平安を代表する書家小野の豆腐、彼はここでカエルが諦めず何度も柳に飛びつく様子を目にします。不可能に思えたことをやり遂げたカエルの執念、それを見た豆腐が悟りを開いたという逸話が。私たちはあの師匠からこの柳がね、カエルに飛びつく姿を見て、まあ、精進努力ということを言われたんですけど、歌舞伎ではちょっと違いますよね。確かね、そのなんか関取みたいなのが出てくるんですよね。それでその河津がこう一生懸命これに飛びつく姿を見て何かをひらめいて、で最後はねその豆腐とその力持ちとの立ち回りになってこう取っ組み合いになって終わるんですよね。そしてカエルの逸話は小野の道風青柳すずりという歌舞伎の演目に。豆腐とかつての仲間が押しつ押されつ相撲を取る場面が見せ場。一本の柳に隠された当時の奥深い歴史。さらにこの寺が長い間京都の人々に親しまれてきたことを示すのが、北側にある門のすぐ目の前にある日の出廊。寺を訪れた人も数多く立ち寄るこの和菓子店では、当時御用達の品を作っているのだとか。表面の丸い輪が月の形をあしらっているというガチリン。当時の中で開かれる特別なお茶席で出される品です。そして東門の近くにあるのはその名も当時餅という和菓子のお店。当時の名前をいただいたこしあん入りの餅菓子が訪れる人々に人気。当時がこの町の人々にとって身近な存在だということがこんなお菓子からも伝わってきます。へえ、マスターですね。当時の中に空海が実際に住んでいた場所があるとか。そこは日の中山さんを訪ねた松本さん。ヒデさんはさ、オフの日どんな感じで過ごしてんの？家でゆっくりすることが多いかな。何これ、ちょっと見て。あ、すごいこんな感じでコーヒーを楽しみながら。あ、カフェみたい。すごいでしょ。まあとことん家でくつろぎたくて、まあ、ちょっとコーヒーはこだわってんだよね。このカップは？オフの日は内中カフェを楽しむ中山さん。そんな中山さんが愛用するのはネスカフェドルチェグスト。なんと全世界で700万台突破、国内売上ナンバーワン。ネスカフェドルチェグストは挽きたてのコーヒー豆を専用カプセルで酸化しないようにし、
最大15気圧で高圧抽出。本格的なカフェ並みの高圧抽出だから、きめ細やかな泡の立つ美味しいレギュラーコーヒーが自宅で毎日手軽に楽しめます。大人気のラテマキアート、新発売の宇治抹茶ラテなど、カプセルのバラエティもますます豊富になりました。ミルクがふわふわ、お店みたい。泡もすごい。うちのコーヒーメーカーじゃこんなの無理。入れたてだから香りもいいでしょ。美味しさや手軽さはもちろんですが、ドルチェグストは1杯約50円なので、例えば週に2回カフェに行っていた人がドルチェグストにするとマシン代を含めても年間のコーヒー代が約半分になります。本当に賢い選択ですね。ドルチェグストすごいでしょ。ネスカフェドルチェグストピッコロは今なら特別価格11,800円。通販限定特典として10杯分のバラエティカプセルに今回はなんとラテグラスもお付けします。インターネットでご注文の方にはさらに嬉しい特典も。お求めはお電話またはネスレアミューズで検索。へえ、マスターです。平安京から残る唯一の建物である東寺。ここは東寺内でも特に貴重な品々が収められている三重堂。国宝弘法大師座像、空海を表した彫刻の中では最も古いもの。そしてこの三重堂は弘法大師空海がかつて実際に住んでいた場所でもあるのです。空海が残した当時の最高責任者が長者、現在は第256世になるといいます。この長者様から見て、ええ、その当時のこのお寺の果たしてきた役割みたいなものはどのようにお考えでしょうか。これはね、とにかく平安京で、作られて現在残ってるのはここだけですよ。それはどうしてかというと弘法大師のおかげです。西寺の方は平安時代の末期に亡くなっておりますよね。もう弘法大師はこれはもう宗教家というだけでなしにあらゆることに通達しておった天才なんですよ。天才言ったら弘法大師以外にないと思うんですよ。西寺とともに2つのお寺が役目を負って、日本鎮護のお寺としての出発点がありますから、それを弘法大師は守り続けて、当時と平安京の当時という名前を京王五国に、教えの王ね、はい、そして、国を守る寺という名前に変えておるんですよ。西寺は知りませんけどねここの当時は名前を変えております。今も当時は弘法大師空海の心をしっかりと受け継いでいるのです。平安の時代から多くの人々の信仰を集めてきた当時、実はその時代当時と同じ規模で建てられた西寺という幻の寺が存在していました。同じ、国家鎮護を目的として建てられた漢寺ですね。いわゆる国の国費で賄われて建てられたお寺にもかかわらず、同じ目的、同じ時代、当時は栄え、西寺はこのように、本当に史跡のあの標識を残すのみ、見る影もないわけです。平安京を守るため東寺と対をなす形で建てられた西寺、現在ではその跡地は公園となり、ただ石碑が残るのみ。西寺跡、これだけですね。あとは多分これが柱の礎石だったと思われます。
まあ、ここに佇むとですね、つわものどもが夢の跡というあの句を思い出しますけれども、かつて大寺院が存在した、その面影を今では感じることのできない祭事跡、当時と同じ目的で建てられたはずの祭事、片方だけがなぜ滅んでしまったのか。手がかりを探し訪れたのは京都市平安京創生館。そこには1000分の1のサイズで作られた平安京の模型が、精巧に再現された平安の都の町並み。本当に入り口に立ってたんですね。そうです、そうです。これが羅生門ですか。そうです、羅生門、羅生門って言いますけども、ここから来る人がここを通って、でメインストリートに来るわけですね。こういった本当にそこを守りを万人のようにしてね、はい、通っていく祭事が立ったわけですね。見事に大正に立ったんですね。そうですね、あの本当に大正に建てられてさらにわずかながら幻の寺祭事の名残を今に伝える展示も。祭事の屋根に使われていたという瓦、緑油って言うんですが、はい、緑の上薬をつけるんですね、はい、これ緑油をかけたすごい高級、はい、あの特別な建物しか使われない瓦なんです。 ですからそれが祭事から発見されているということは、祭事はまあそれだけ格の高いというんでしょうかね。当時と同格であった祭事、当然僧侶も空海と同格であったはずです。本当に当時と祭事は平安京京都桓武天皇が作った時に本当に同格のお寺として、で実際にも高い位置を占めて2つのお寺があったんですけどね。で結局当時は未だに残ってますけれども、祭事の方は主賓という人物が、まあ、空海と同じ時に与えられてと言われてるんですけれども、今は亡き幻の大寺院祭事、桓武天皇からこの寺を任せられた人物が守備、弘法大師空海に肩を並べる実力を持っていたという僧侶。徳が高く優れた力を持ちながらも、空海と違いなぜか歴史から忽然と消えてしまった謎の僧侶。そんな守備にまつわる物語が残されているという場所。さてここは、新千円です。京都の中心部二条城にほど近い場所にある新千円。この場所は宮廷の儀式が行われ、天皇や貴族たちが優雅に遊びを楽しむために使われていたといいます。新千円に祀られるのは水の神である龍神。それが空海と守備の物語をひも解く鍵となるのです。時は平安の世の大干ばつ。この場所を舞台に執り行われた雨乞いの儀式、それが当時と祭事の命運を分けることに。当時と祭事、当時が弘法大師空海の寺だとすると、祭事は守備というお坊さんのお寺でした。しかしながら守備というお坊さん、なかなか、歴史上にその姿を現しません。まあ弘法大師空海という、ね、時代の長寿の陰に隠れがちな存在ですが、その守備にようやく光が当たる時がやってきます。どうも亀次郎でございます。よろしくお願いします。住職の鳥越です。お世話になります。まあ、寺には新千円巻というものを所蔵しておりまして、はい、
その天長年間に弘法大師空海が雨乞いをされた、その時に、当時におられる弘法大師空海とそれから西寺西の寺におられる守敏というお坊さんとの、はい、その法力争いというものが雨乞いの中で関わっておりまして、それがあの絵巻に書かれております。住職が見せてくれたのは代々この神仙園に受け継がれているという絵巻物。くるくる巻いておりますので、昔のあのお経も全部こういうのが、こういうふうなですね、こういうような形になっております。それ世の災いを消すこと、神言秘密の貢献。絵巻物には雨乞いの儀式の様子が描かれていました。平安時代、ある年の夏、京都を襲った何週間も雨の降らない大干ばつ。そこで朝廷は都にあった2つの国の寺、東寺の空海と西寺の守敏に雨乞いの祈祷を依頼。そして京都中の人々が固唾を飲んで見守る祈祷の日。まずは西寺の守敏が7日間必死に祈るも雨は一向に降らず、続いて祈祷を行った空海、その強い法力によって雨の神を呼び出したのです。そのただならぬ力に負けてしまうことを恐れた守敏が行ったのは、空海が呼び出した雨の神を封じ込める祈祷。二人の法力がまさに真っ向からぶつかり合います。そして空はにわかに曇り、恵みの雨が降ったのです。激しいぶつかり合いの後、空海の祈りが勝ってついに恵みの雨が。その後雨は3日間にわたって降り続き、都中の田畑が潤ったといいます。神仙園に残る伝説によれば、これをきっかけに守敏は力を失ってしまったとか。空海と守敏によって行われた東寺西寺の命運をかけた戦い、その名残がもう一つ、八鳥地蔵。平安京の正門である羅城門の跡地近くにひっそりと立つこの場所には、雨乞い伝説の後のさらなる逸話が伝えられていました。空海に完膚なきまでに敗れた守敏、面目を潰された恨みから、なんと待ち伏せをし空海の背中に矢を放った。しかしここに祀られる八鳥地蔵が身代わりとなってその矢を受け、空海は難を逃れたとか。その時守敏の放った矢によってお地蔵様の背中には傷ができたと伝えられています。はい、一応昔一人の方は見た方はやあるんですけれども、我々今現在、いろんな災難が来てあげませんので、できるだけ見ないようにはしておりますけれども、あるということは聞いております。さまざまな物語が残される弘法大師空海と幻の僧侶守敏の法力伝説。果たして二人の戦いは本当にあったものなのか。実はその当時のことを伝える、一番アットタイムなですね、資料、そういう、資料でですね、こう後付けられる限りにおいてはですね、はい、空海と守備になる人物がですね、そういう堀合戦をやったというようなことは全く触れてないんですね。それで実は守備というお坊さんも非常に
どういう人かということもよくわからないお坊さんで、まあ、後世になってその当時と西寺の関係を語る際にですね、当時の方は真言宗の拠点として栄えてるけれども、西寺の方はもう中世になると廃れてしまうと、そういうことと合わせてですね、なんかそれを空海と守敏という2人のお坊さんの、まあ、話でですね、その法力合戦というようなことで展開したんじゃないかというふうには考えられるんですけどね、はい、いろいろな説がありますけど、はい、今学会というか、はい、その定説になってる西寺、はいはい、滅亡というか衰退の主な原因と考えられているのはどんなことなんですか。真言宗の隆盛に合わせて当時の方は栄えていたけれども、西寺の方はもう指したるですね、特徴がないというんですか、まあ、そういう位置づけであったので、律令国家の衰退に伴ってだん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 と西寺も勢いを衰えていったと、まあ、そういうことで結局廃寺になるというですね、そういう道をたどっていったんだと思うんですけどもね。西寺跡ほど近くのとある寺に伝説の僧侶守敏の存在を示す品々が。CJ プライムショッピング大人気、足を乗せるだけで楽々足の運動ができるルームマーチデラックスがリニューアル。さらに便利になって新登場、電動サイクルルームマーチプロのご紹介です。あの元マラソンランナーの千葉雅子さんも大絶賛。面白いくらいどんどん焦げて知らないうちに足が鍛えられます。電動だから楽々、足や腰の健康維持にストレッチ効果や引き締め効果が大変注目されているんですよ。テレビを見ながらソファーに腰掛けながら天気を気にせずスイスイ、音も静かで振動もほとんどないから夜中でも気になりません。さらにルームマーチとウォーキングの筋肉の動きを検証した結果、ルームマーチの効果的な筋肉運動が立証されました。お部屋でウォーキングとほぼ同じ運動効果が得られるなんて嬉しいわ。寝転んで運動すれば腹筋にも、手元のリモコンでスピード調節ができるから体力や目的に合わせてお使いいただけます。足や腰に負担がかからず手軽に運動ができます。お部屋で楽々足の運動ができる電動サイクルルームマーチプロ、お値段は4600円の3回払いでのご提供です。ルームマーチで健康生活を手に入れてください。お申し込みは24時間いつでも受付の無料通話 0120-718-800 番までどうぞ。皆様からのお電話お待ちしております。安心のためだからといって高い保険料まだ払い続けますか。アクサダイレクトは事故対応力をますます強化、事故や故障のロードサービスも無料、安心の保証が車両保険付きでこの保険料。まずはフリーダイヤルからお見積もりを 0120-999-788。 アクサダイレクトキャンペーン実施中。歴史の表舞台から消えた西寺と守敏、その謎を紐解く手がかりとは。さあ、衰退の一途をたどった西寺で礎石しか残ってないと言っていたんですが、実はあの西寺跡の近くに西寺というお寺が実際に残されています。幻の僧侶守敏、今にその存在の証を残すという場所があったのです。その名も西寺。寺の敷地に立つ石碑には確かに西寺の文字が刻まれています。はじめまして、どうも亀次郎でございます。あの西寺住職の須尺と申します。よろしくどうぞお願いいたします。守敏さんというお坊様で、はいはい、空海さんの陰に隠れがちでなかなかその資料にも登場しないということですけれども、で、ね、ここでは守敏さんをお祭りされてる、はい、はい、あのね、ここにお祭りされてます。はい、されてます。はい、入っていただきまして。ここ西寺の本堂の隣にひっそりとまるで人目を避けるかのように建てられた小さなお堂。実はここにかつての守敏が祀られているのだとか。
さらに彼の存在を示す証も残されているというのです。本来は年に1回だけ開けるんです。あの4月15日にここでね大般若湯お勤めしまして、はい、その時に開帳しまして、そうですか、して本土でその大般若の天読の行事をするんです。はい、守備の面影を示すものがこの場所にある理由とは、なぜここで守備様をお祭りになっていらっしゃるんでしょうか。あのね、祭事は、もう焼けてね、はい、全部なくなったんですけどね、明治の20年前後ぐらいにね、祭事の名前を残すということで、昔はこのお寺は祭宝寺というお寺だったんです、はいはい、そしてその当時祭事の名前を残すということでちょっと府の方に申請しまして、で祭事という名前にちょっと変わりましたね、はい。ここはもともと西宝寺という名のお寺、かつての祭事に思い入れのあった明治時代の住職がその名前が消えないよう祭事の名を受け継いだのです。そしてここには江戸時代守備を忍んで作られたという像もありました。あ、もうちょっと僕若いお顔を想像してました。そうですか、この方の顔結構もう年を行かれた時の、ね、はい、お像なんです。実際見ましたらね、よく見ましたらほんまの大和な顔をしてるんですね。そうですね、はい、本当に、はい、やはり貴重なものを ようやくお会いできました。優しげな顔からは空海と激しい法力合戦を繰り広げた僧侶の面影は感じられません。住職によるとこの寺には平安時代に守備が愛用した品々も残されているといいます。